はい。会場に集まる日本企業の方たちは、今年の日本経済、今年は世界同時好景気が続く1年と見ています。航空需要は、国内線国際線そして国際貨物が、去年から堅調なんですね。でこの伸びが続くということが一番大事だと思っています。2万7000円が今年の高値、ということで、まあ、見ておりますけれども、実はインバウンドの売り上げというのも非常に好調に、ずっと伸びてます。同時にですね、まあ、私たちの売り上げでいうと化粧品のインバウンドと国内のそもそもの需要と見るとこっちも伸びてるんです。日本人のお客様にも、認められているというのが景気を強く見れる前向きに見れるの材料になっていると思います。世界経済も非常に良くなってますし、日本国内もね、企業収益の改善とか雇用環境の改善とか、まあ、輸出も堅調にこれから伸びるだろうし、 3% 以上の賃上げということを、早々に決めております。必ず賃上げが5年連続で起こるなと、まあ、それとともに、まあ、人手不足に対する投資がですね、すごく今年は多いんじゃないかなというふうに思います。 3% ははっきり言いまして、ちょっとね、ハードル高いですね。まあ、総人件費で言われますとね、やっぱりそのどんどん人が減ってきているという状況の中でね、ちょっときつい部分はありますよね。けどこの4年間もずっとベアも上げてきましたしね、それ相応のことは努力していかないか。オリンピックが終わった後の景気が不透明ですから、単純なベースアップを繰り返していくことによって将来下降を残すということも可能性あるわけですから、極めて慎重にならざるを得ない状況ではあります。いろんな働き方を用意して社員のニーズに応えていく。でそこにもちろん給与というのも大きなポーションとして占めてくる。でそれをパッケージでやはりどういうものを提示していけるかということが大事じゃないかなというふうに思っています。北朝鮮の問題は根っこはアメリカと中国の対立だと思うんで、アメリカと中国が変な関係になってですね、将来的に、衝突するようなことのないように、これが僕は実は一番のリスクだと思います。中国はもう 50% 以上の消費を担っている商品も原料も製品もたくさんありますから、中国が本当にくしゃみをすれば日本が病気になるような、そういう構造になってます。まあ、中東は特にオイル価格すでに上昇を始めてますけれども、まあ、こちらの方の緊張がすごく高まるとですね、経済にもちょっと微妙な影響が出てくる。うちの会社は円高になりますと、まあ、利益で言いますとね、1円で27億マイナスなんですよ。為替の動向、ここをやっぱりよく見ながら事業していくと